ブラステーションの状況が分かってきたわ。これがネプテューヌたちのおかげっていうのがちょっと尺だけどね。けど消せないわ。国の発展のために企業が力をつけるのは分かる。むしろ早くプラネティウヌに追いつくために私が推奨したいくらい。なのに行き過ぎた自然破壊はやりすぎよ。いくら科学が発展してもそれで人が住みづらくなってしまったら元も子もないわ。アブニールか。このまま国を乗っ取って何をしようとしているのかしら。国がこんな状況じゃハード戦争なんてやっている場合じゃないわ。それにムカつくけどネプテューヌもそんなに悪いやつじゃなさそうだし、今さら倒すなんてそんなことできるわけが。ノワール、今度こそ一緒にプリン食べよう。ヘイ、あれあれ、またまた驚かせちゃった、ごめん。もうあなたって人は。で今日は何の用よ。美味しそうなプリン買ったからノワールと一緒に食べようと思って。ごめんなさい、今はちょっとそういう気分じゃないのよ。ノワールも、アイちゃんとコンパに断られ、そしてノワールにも断られたら、私は一体誰とプリンを食べればいいの。一人で食べればいいじゃない。分かってないな、ノワールは。プリンっていうのはね、一人で食べるより誰かと一緒に食べた方がずーっと美味しいんだよ。だとしても寝る前に甘いものなんて嫌よ、太るもの。それにもう眠いし。そっか、そういうことだから今日はもう寝るわ。それなら仕方ないよね。ごめんなさい。ううん、気にしないで。こんな時間に誘った私も悪いんだしさ。うん。ノワールと一緒にプリン食べたかったな、うん、けど、ん？あなたがどうしてもプリンを私と一緒に食べたいって言うなら一緒に食べてあげてもいいけど。本当？ええ、あなたがどうしてもって言うならね。うわーい、ノワール大好き。ノワールならきっと一緒に食べてくれるって信じてたよ。ちょっとネプテューヌ、いきなり抱きつかないで。ごめんごめん、つい嬉しくてさ。で、なんでプリンを食べるのに外に出なきゃいけないのよ。ふっふーん、ノワールは知らないと思うけど、プリンって外で食べるともっと美味しくなるんだよ。ほら、夜空も綺麗。ほんと綺麗な夜空でしょ。この間一人で食べた時に偶然外に出て気づいたんだ。その、この間はせっかく誘ってくれたのに断って、そのごめんなさい。気にしないでよ、私が強引に誘ったのも悪いんだしさ。それに今日こうやってノワールと一緒にプリン食べられたから。まったく、あなたって人は。ねえネプテューヌ、一つ聞いていいかしら。何？預金残高以外だったら何でもいいよ。もし、もしもよ、あなたが女神様だったとして今のラステーションを見てどう思う？大陸とハード戦争、あなたならどっちを取る？私難しいことはよくわかんないよ。おまけに女神様じゃないし。もしよ、もし。私なら困ってる人が目の前にいればまずは助けてあげたいかな。それでハード戦争だっけ、それがダメだったとしても
私が女神様なら、助けた人の笑顔があれば、それはそれで満足だもん。あ、あとおやつのプリンね。ネプテューヌ、あなた。あ、取ったの？ノワール。いえ、なんでもないわ。それはそうと、あなたの卵プリンもちょっと美味しそうね。一口くれないかしら。いいよ。じゃあノワールのチョコレートプリンも一口ちょうだい。ええ、いいわよ。はい、あーん、はむ。ほんのりビターなチョコが何とも絶品な味わい。まさにまゆー。もうあなたばかり美味しい思いをしてずるいじゃない。ほら、私にも。はーん。はい、あーん。はん、こっちのプリンも甘くて美味しいわ。でしょでしょ。一人で二つ食べるより、こうして食べた方がずっと美味しいんだよ。そうね。ねえ、ネプテューヌ。ん？ありがとう。ラステーションとハード戦争。そうよ。答えは最初から決まっているじゃない。さて、今日もアブニールの仕事を受けるわよ。準備はいい？ええ、バッチリよ。ネプチューヌはどう？私もオールオッケーだよ。ノワールさんとネプネプ、なんだかとっても仲良しです。別にネプチューヌとなんて何ともないわよ。またまた、ノワールったら照れちゃって。お前らか、ちょうどよかった。いきなりで悪いが、またお前らに武器のテストを頼まれてほしいんだ。ってことは、パワーアップが終わったってこと？昨日の今日なのに、随分と早いのね。ああ、お前らからのフィードバックを受けたら興奮しちまって、気づいたら朝だったんだ。アブニールの仕事のついででいいから頼むよ。ええ、いいわよ。じゃあ改めてこいつを頼む。なわけで、またまたアブニールのお仕事を受けることになったネプコさんご一行は、町外れにある廃工場にやってきたのでした。はあ、相変わらずあなたは気楽でいいわね。記憶喪失だって、人生何事も楽しんだもの勝ちだよ。たまにあなたの能天気さが羨ましくなるわ。それにしても、こんな廃工場の前に呼び出して何を考えているのかしら。お久しぶりです皆さん。今日もお仕事の内容の説明できました。おひさー、お仕事いつも大変だね。休みとかないんでしょ？そんなに忙しそうに見えますか？ここのところ週半分は休日なんですけどね。1週間の半分が休みなんて羨ましいです。我が社の仕事のほとんどは機械が自動でやってくれますからね。そのおかげで楽をさせてもらっています。さて、雑談はそれくらいにして、本題の説明に参りましょうか。この施設なんですが、見た目以上に年数が経ってまして、実はもう廃棄された施設なんです。それで、そのいらなくなった施設で何をすればいいわけ？
実は施設を引き上げる際に必要な資材の一部が取り残されたままになっているんです。今回はそんな資材の回収をお願いしたいのです。それだけ？なんだ、今回は簡単そうだね。しかし困ったことに、いつの間にかモンスターが住み着いてしまい、回収が困難になってしまったんです。なるほど、だからそこで私たちが必要になったってわけね。それでその回収しなきゃいけない資材ってのは何なの？話を聞く限りかなり重要なものみたいだけど。とある鉱石。そうですね、我が社ではラステライトと呼んでいる鉱石です。たった 1g でゲーム機を1万年も動かせる、蒸気を逸したエネルギーを秘めた鉱石なのですが、最近はモンスターの増加も影響して採掘量が下がってきていまして、我が社では少しでも数を揃えたいと考えているんです。ねえ、ラステーションにそんなすごい鉱石あったかしら？ラステライト？私は初耳ね。私もそんなすごい鉱石があるなら私が知らないはずないんだけど。それは当然です。その鉱石とはここ数年で発見され、我が社が採掘を独占しているんです。その存在も社のため公にはしていません。ねえねえ、そんなにすごい鉱石ならさ、お仕事が終わった後にちょっとだけくれないかな？こら、ネプコ、何バカ言ってるのよ。だって、アイちゃん、1グラムで1万年もゲーム機を動かせるんだよ。携帯ゲーム機に使えば、いつでもどこでも電池の残量を気にせず遊べるんだよ。SCアダプターの呪縛からの解放だよ。欲しいのでしたら、分けて差し上げますよ。本当？はい。前回のあなた方の働きにより、当初のスケジュール通り工事に着工できましたし、この鉱石のことを秘密にするという約束さえしていただけるのでしたら差し上げましょう。わーい、アブニールってあんまりいい印象なかったけど、ガナッシュのおかげで株が上昇中だよ。それは嬉しいですね。さて、時間ももったいないですし、早速お願いします。大船に乗ったつもりでこのネプコさんに任せなさい。今にも沈みそうな大船ね。フラリー、なんでいきなり入り口が閉じちゃうの？ちょっとガナッシュ、変な冗談やめてくれる？いや、すいません、手違いで閉まっちゃいました。というのではなく、単純にこちらの都合です。あなたたちにはこの中でモンスターたちの餌食になっていただきます。それは一体どういうことです？ちょっと、なんで、どうしてさ、そんなことするんじゃ取ってきてあげないよ。この状況でどうしてそう間の抜けた発想につながるんでしょうね。ゲーム機が1万年も動く石なんて、そんなものあるわけないじゃないですか。まさか騙したのね。あなた目的は何？あなたたちがパッセとかいう町工場の協力者であることは分かっています。大概我が社の仕事を受けることで博覧会の出展物に探りを入れ、あわよくば妨害が目的だったのでしょう。アイちゃん、全部バレバレだよ。まさかバレているなんて。我が社の勝利は間違いありませんが、何があるか分かりませんからね。障害となりうる目は早いうちに摘み取っておきたいわけですよ。それでは、時間が惜しいので私はここで。待ちなさい、ガナッシュ。これはもうダメね。ご丁寧にしっかりとロックされてるわ。アイちゃん、私たちどうなってしまうですか？
それは…ごめんなさい。こうなったのも全部私のせいだわ。私がアブニールの仕事を受けようなんて言わなければ、こんなことになんて…もう、何にみんなで神器臭い空気出してるのさ。そんなの私たちらしくないよ。まだここから出られないって決まったわけじゃないんだしさ、諦めないでみんなで出口を探そう。ネプテューヌ、あなた…そうね、ネプコの言う通りだわ。こんなに広い工場なんだし、きっとどこかに出口があるはずよ。誰があいつの思惑通り、おとなしくモンスターの餌になってあげるものですか。終わらせましょう。はっ、もらった、もらった。待ってました。やっ、ほいだ。楽勝楽勝。怪我の治療は任せるです。確かに、いくらモンスターの巣窟だからって、この数は尋常じゃないわ。もともと私たちの始末が目的だったみたいだし、アブニールがここにモンスターを集めたという線はどうかしら。けど、これだけの数をどうやってこの中に？あれだけのモンスターを捕獲して輸送するなんて、かなり前から準備していないと不可能じゃない？それもそうね。またまたこんなん見つけたんだけど、これってもしかして、もしかしたりするのかな。これってエネミーディスクじゃない。どこにあったの？あっちの部屋で見つけたんだ。あ、もしかしてお手柄ってやつだったら褒めてくれてもいいんだよ。あ、ご褒美にプリン10個くらいつけてくれてもいいかも。調子に乗らないの。ねえ、話の内容が見えないんだけど、そのディスクがどうかしたの？これ、一見普通のディスクに見えるでしょ？けど、このディスクはモンスターを生み出す元になってるのよ。それって本当なの？だとしたら大発見よ！大発見なんです？ええ、下界、今私たちが住むこの世界にモンスターが急に現れるようになってから3年経つんだけど、どの国もモンスターがどこからやってきて、どうやって増えているのか調査中なのよ。だったらさ、このことを全世界に公表すれば、私たちって一躍有名人になれたりするんじゃない？連日テレビや新聞のインタビューが殺到して、そんでもって芸能事務所からスカウトなんかも来ちゃったりして、それでそれで俺に一生分のプリンがもらえたりするかも。十分に。ネプネプ、よだれが出てるですよ。このこと、ラステーションの女神様、あ、いえ、教会には伝えたの？その報告も兼ねて教会に行ったんだけど、ここは子供の来るところじゃないって門前払いにされたわ。そう。ところでさ、アイちゃん、このディスクどうするの？やっぱ前みたいにパリーンって割っちゃうの？そうね、
このまま持っていてもいつかはモンスターが出てきそうだし、さっさと壊しましょう。普通行ったそばから出てくる？わわわわ、アイちゃんがフラグを踏んだ。しかもなんだかよくわからないのがいっぱい出てきたよ。さすがに一度にこの数を相手にするのは骨が折れそうね。ネプネプ、こういう時こそ変身です。オッケー、任せてよ。ドン！最初から全力で行くわ。やっぱりこっちのネプネプはいつもより100倍くらい頼もしさが違います。来るわよ、みんな。私だって戦うです。どうしようかしら。やい！もらった！はい！全然痛くないわ。決めさせてもらうわ。確実に仕留める。やっ！患者さんはどこですか？ビッグベース！お注射の時間です！いった！全然痛くないわ！ワクワク！ビッグベース！注射器はいかがですか？終わらせましょう。うかつもこんなものね。うかつよ。ワクワク。エイです。エイです。決めさせてもらうわ。次、さてどうしようかしら。はっ、うかつよ。はっ、決めさせてもらうわ。確実に仕留める。そこ！ワクワク！ビッグベース！ビッグベース！さて、どうしようかしら。浮かすよ！はい！じわじわ来るわよ！ま、ざっとこんなものよ。さすがに、この姿でも。これだけの数を一度に相手するのは疲れるわね。おい、疲れた。ネプネプ、お疲れ様です。とってもかっこよかったですよ。そう？いや、そう言ってもらえるだけで変身した甲斐があるってもんだよ。コンパ、ネプコを甘やかすのもそのくらいにしときなさい。これ以上変に調子に乗られても困るわ。もう MVP は私なんだから、アイちゃんも少しくらい褒めてくれたっていいじゃん。あ、私的には褒められるのも好きだけど、甘やかしてくれるのもまんざらじゃないかな。調子に乗らないけど、ネプコのおかげで助かったわ。ありがとう。アイちゃんにも褒められた。まったく、こういうところは子供なんだから。けど、まさかラステーションのはこんなところにあるなんて意外だったわ。道理でモンスターが多いわけね。ならさ、アイちゃん、鍵のかけらもここにあるんじゃないかな。その可能性は十分あるわね。鍵のかけら？何なのそれ。あ、そっか、ノワールにはまだ話してなかったね。ごめんごめん。こんな形のアイテムなんだけど、ノワールは知ってる？初めて見るわ。で、なんでこのアイテムを集めてるの？よくぞ聞いてくれた。
はイースンを復活させて世界を救うためなんだよ。IF、この子頭大丈夫？手遅れね。ちょっと二人して失礼だよ。さすがにこれは私も怒っちゃうよ。いかんのいいだよ。冗談よ。ネプコに代わって説明するけど、どこかにいるイストワールの封印を解くのに必要なのよ。イーソンさんか。女神の私でも知らなかったことを知っているなんて何者なのかしら。あ、ノワール、ブツブツ独り言なんてどうしたの？ん？ああ、いや、ただの独り言よ。気にしないで。なんだ、てっきりノワールのことだから、この状況にビビりすぎて精神崩壊とかしちゃったんじゃないかって心配しちゃったよ。あ、お医者さんが必要な時はいつでも言ってね。きっとコンパが何とかしてくれるから。医者が必要なのはあなたの頭でしょ。まったく、なんでこんな状況なのにこんなお気楽なのよ。ノワールさんもすっかりネプネプと仲良しさんですね。まあ、私とネプテューヌが仲良しってそんなわけないでしょ。冗談言わないで。うん、私的にはもうノワールとはお友達を超えて親友のつもりだったんだけどな。あ、もしかして私のことを親友以上に思ってくれてたり。ノワールがそんな人だったなんて、私としてはその気持ちは嬉しいんだけど、まだ出会ったばっかりっていうか、やっぱ女の子同士でそういうのは世間体もあるし、ちょっと。けどノワールがどうしてもって言うなら、こっそりそういう関係でもオールオッケーだよー。ブー、バカなこと言わないで。誰があなたのことなんか好きなもんですか。またまたノワールったら、自分の気持ちに素直じゃないんだから、このツンデレさんめ。だからいい加減にしないと怒るわよ。あなたのことなんか好きどころか大嫌いよ。ああ、もうなんなのよこの子。二人とも見てないで何とかしてちょうだい。やっぱりネプネプとノワールさんは仲良しさんです。昔からコンビを組んでいたお笑いコンビみたいにボケとツッコミがぴったりね。けど休憩はそろそろ終わりにしましょう。続きはここを出てからホテルで好きなだけしなさい。ホテル。あ、アイちゃん。ん？どうしたのよ、二人とも急に。違うわよ、誤解しないでよね。二人が想像しているような意味じゃなくて、その私たちが泊まっているホテルに戻ったら好きなだけおしゃべりしなさいって意味よ。決して二人が想像しているような意味じゃないんだからね。顔を真っ赤にしているアイちゃん、かわいい。ええ、とってもかわいいわ。はい、かわいいです。コンパまで。もう、みんなでからかわないでよ。ディスクも壊したし、こんなところさっさと脱出するわよ。いやー、まさかこんなところであんな可愛いアイちゃんを見れるなんて。ダメ元でも乗るだけ乗ってみるものだね。あ、ノワールもナイスパスだったよ。別にあなたのために振ったわけじゃないわよ。おやおや、じゃあ、あれはもしかしてノワールの。もう、すぐそうやって茶化すんだから、いい加減にして。ごめんごめん、つい面白くてさ。やっぱりネプネプとノワールさんは仲良しさんですね。
動けなくなるのはこっちのものよ。待ってました。やっ、まったね。これは決まったんじゃない？怪我の治療は任せるです。痛いですよ。私でもできたです。行くです。お注射の時間です。頑張るです。私のターン。ほいだ。待ってね。どうしようかしら。私の活躍ちゃんと見ててくれたかしら。どうしようかしら。もらった。やっ。もらった。もらった。しびれるわよ。やだよ。私のターン。そうそう。そうそう。ボッコボコにしてやるよ。患者さんはどこですか？動けなくなるのはこっちのものよ。怪我の治療は任せるです。注射器はいかがですか？この調子でゲーム業界を平和にするです。作戦成功です。さっさと終わらせましょう。しようかしら。浮かすよ。浮かすよ。浮かすよ。私の動きが見え。はい、もうすごい。痛いですよ。ネットネットにしてやんよ。叩き切るよ。余裕だね。ネットネットにしてやんよ。叩き切るよ。次回も私の活躍に乞うご期待。痛いですよ。
よ。痛いですよ。えい、私のターンね。ごめんなさいです。浮かすよ。もらった。浮かすよ。毒の刃よ。まあざっとこんなものよ。油断してるのが悪いのよ。私一人で十分ね。そこそこ、もらった。じゃトリコロールを。邪魔よ。待ってました。やっやっ、大勝利。シュー成功。さてどうしようかしら。また？こないだのモンスター退治もだったけど、あんたたち体力なさすぎよ。だってほら、私ってゲーム大好きなインドア派だし、森があるならぬ部屋があるってやつ？
バカ言ってないで、少しはノアールを見習ったらどう？ねえみんな、ちょっとこっちに来てくれない？ノアールから呼ぶなんて珍しいね。どうしたんだろう。待たせたわね。どうかしたの？この壁のやつ、もしかしたらさっきあなたが壊したディスクと同じものじゃないかしら。嘘でしょ？同じ場所に2枚もあるなんて。っていうことは他にもたくさんあるってこと？プラネティウヌムは1枚だけだったのに、こっちの方が多いなんてルール違反だよ。ふーん、通りでモンスターさんが減らないわけですね。こんなもの見つけていつまでも放置できるものじゃないわ。壊すわよ。ああ待てよ、アイちゃん。そのディスクを壊すならさ、私にやらせてくれないかな。ディスクって一回は割ってみたかったんだけど、自分のものだとなかなか抵抗があってやったことなくてさ。けどこのディスクならそこら辺抵抗なく気持ちよく割れる気がするんだ。パリーって。あのね、これは遊びじゃないのよ。けどかの有名な格闘家のなんとか三四郎さんって人も、真面目に遊ばない人には体で覚えさせるぞって歌ってるよ。だから遊び感覚でもいいと思うんだ。前々から思ってたけど、あんたの記憶喪失は時々疑いたくなるレベルね。ちょっと、どっちでもいいから早く壊しなさいよ。また何か出てくるわよ。ああ、もうここまで来るともう壊しても無理そうだね。顔っぽいのがもう出てるもん。なんであなたにはこうも緊張感がないのよ。ああ、もしかして私褒められてる？よく言われるんだよね、未来志向だって。褒めてないし、褒め言葉じゃないわよそれ。ネプコは早く変身して戦闘に備える。さっさとこんなモンスター倒してディスクを壊すのよ。ラジャー。アイちゃん、聞いて。どうしたのよ、改まって。私がモンスターを蹴散らすわ。だから次のモンスターが出てくる前にあのディスクを壊して。あんた、さっきまで壊したいとか言ってなかった？変身して冷静になったせいか、そんなこだわり冷めてしまったわ。今はモンスターの殲滅が優先よ。なんなのよ、あんたはもう。ネプネプは変身しても面白いですね。何この茶番。油断はしない、本気で行くわ。どうしようかしら。私の動きが見えるかしら。決めさせてもらうわ。さあ気合を入れていくわよ。ワクワク。私の番ね。私は負けない。怪我の治療は任せるです。何するのよ。しっかり準備してっと。怪我の治療は任せるです。私が治すです。決めさせてもらうわ。私は負けない。全然痛くないわ。ジャコが生きがらないよね。ワクワク。
私の番ね。私は負けない。どうしようかしら。念のために使っておくわ。怪我の治療は任せるです。お薬ですよ。決めさせてもらうわ。クリティカルエッジ。さっさと終わらせましょう。治療は任せるです。お薬ですよ。決めさせてもらうわ。今のうちね。ボトイヤーッ、デュアルアーツ。患者さんはどこですか？治療するですよ。さっさと終わらせましょう。終わらせましょう。念のために使っておくわ。決めさせてもらうわ。そこ、やあ、そこ、燃えなさい。いたつわく。どうしようかしら。そこ、そこ、浮かすよ。私の動きが見えるかしら。私の番ね。せい、確実に仕留める。ブレイズブレイク。怪我の治療は任せるです。お薬ですよ。さっさと終わらせましょう。この間合いなら私の番ね。せい、力不足がこんなに悔しいなんて。これで最後。所詮数だけの雑魚ね。それじゃ、今のうちにディスクを壊すわね。ちょっと待って。ああ、アイちゃんばっかりずるい。さっき私も壊したいって言ったはずだよ。あんたさっき熱が冷めたから私に壊しなさいって言わなかった？ほら、変身するとテンション下がっちゃうでしょ。いや、そこで私に同意を求められても。だからあの時はそう思ったんだけど、やっぱ戻ってみると再熱しちゃってさ。というわけで、向こう
あ、もうキリがないから割っちゃったわよ。またモンスターが出てきても困るし。ドーン。あ、何よその目は。ふわノワール、さすがにそれはないんじゃないかな。さすがに今のは空気が読めてないわね。私が悪いっていうの？悪いのは喧嘩してたあなたたちでしょ。だとしてもね。さすがにそれはないよノワール。だから友達がいないんじゃないの？別に友達くらいたくさんいるわよ。もう謝ればいいんでしょ。謝れば。アイちゃんも人が悪いですよ。いやー、ネプコとノワールを見てたらつい楽しそうだったから乗っちゃったのよね。から黙ってるけどどうしたの？うん、今更だけどちょっとガナッシュの狙いが気になって。私たちを閉じ込めたこと？ねえ、本当に目的は私たちを始末することだけだったのかしら。モンスターのリスクがあったことといい、何か他にも狙いがあるような気がするのよ。単なる偶然なのかしら。他の狙いか。私の正体に気づいているような素振りだったし、きっと彼の本当の狙いは私。後でネプテューヌたちにはダステーションのゴタゴタに巻き込んでしまったことは謝らなくっちゃ。アイちゃんたら心配性だな。いくらなんでも深読みしすぎじゃないかな。無事出られたんだからそれでいいじゃん。今日はもうお仕事なんてやめにして、シアンのところでご飯にしちゃおうよ。まずいわ、シアンも危ない。アイちゃん、どういうことです？あいつが私たちを閉じ込めた時に言っていたことを思い出して。あなたたちがパッセとかいう町工場の協力者であることは分かっています。大概我が社の仕事を受けることで博覧会の出展物に探りを入れ、あわよくば妨害が目的だったのでしょう。アイちゃん、全部バレバレだよ。まさかバレているなんて。我が社の勝利は間違いありませんが、何があるか分かりませんからね。障害となりうる目は早いうちに摘み取っておきたいわけですよ。それでは時間が惜しいので私はここで。あいつは私たちがシアンの協力者であることを知っていたのよ。ならシアンも私たち同様に狙われる可能性があるわ。なんですと？それじゃあ急いで戻らないと。博覧会のために私たちだけじゃなく一般人のシアンも狙うなんて、どういう神経してんのよあいつは。もうこればっかりは頭にきたわ。ガナッシュもアブニールも絶対許さない。
そんな企業修正してやるわ。ここに来てノワールがめちゃめちゃ怒っているけん。ノワールさん怖いです。そこごちゃごちゃ言ってない、急いでシアンを助けに行こうよ。はい。街がめちゃくちゃです。これはさすがの私もトンビキってレベルだよ。悲しむやつ絶対に許さないんだから。お前ら来てくれたのか。シアン無事だったの？ああなんとかな。それよりここは危険だ、早く逃げろ。逃げろってあなたはどうするのよ。教会に行って女神様に助けを求めてくる。きっと女神様なら何とかしてくれるはずだ。だからお前らも安全な場所に逃げるんだ。残念だけどそれはできないわ。そうだよ、私たちガナッシュには海よりもコントローラーのモルドよりも深い恨みがあるんだから。そういうこと。たかがアブニールの一人や二人、私たちで何とかしてみせるわ。あはははは、いいぞキラーマシン、もっと壊せ。この性能ならクライアントにも高く売れそうですね。さあさらに出力を上げるぞ。お前の性能を見せてやれキラーマシン。これ以上あなたの好きにはさせないわ。おや、これはこれは懐かしい顔が。1,2,3,4。 うん、どうやら無事に抜け出せたようですね。あんな雑魚モンスターで私たちを倒せるとでも思ってたの？ずいぶんお花畑の頭をしてるのね。まさか、あの程度であなたたちを始末できるなんて思っていませんよ。けど目的の足止めはできたようで何よりです。おかげでほらこの通り我が社の新兵器の素晴らしいデモンストレーションを行えたのですから。あなた絶対に許さないわ。絶対に許さない？今のあなたに何ができるというのです？かつての権威もアブニールに奪われ、そして力もほとんどない。そんなわけ。しかしそれを一番分かっているのはご自身のはずでは？不在が長すぎたのですよ。責めるなら私ではなくご自身を責めてください。もはやこの大陸にあなたを信仰している人はほぼいません。まあこちらとしてはそのおかげで乗っ取ることができたので感謝しているんですよ。これにはさすがのあなたも反論できませんか？で、だから何なの？な、権威や力がないから何だって言うの？ただあなたへの仕返しのためにここに立っていると思ったら大間違いよ。私はね、こんな私でも私を信じてくれている人のためにここにいるのよ。愛ちゃん愛ちゃん、そろそろ喋っていいかな？私どうもシリアスで真面目な空気って苦手でさ。空気を読んでもう少しだけ静かにしてなさい。もう限界だよ。私って喋ってないと死んじゃうタイプなんだってば。それにこんなにシリアスな雰囲気が続いちゃ、そろそろ誰とかシリアスとか言われちゃう頃だよ。ネプネプ、静かにしないとおやつのプリン抜きにしちゃうですよ。それは困る。プリンのためなら死んでも頑張らないと。デトナルでうるさいわよあなたたち。静かにする相談で騒いだら元も子もないでしょ。もうせっかくいい雰囲気だったのに、どうしてくれるのよ。ネプネプのプリンボッシュートです。うわあ、おやつのプリンが没収とされた。いい加減にして。今チャプター2で一番のクライマックスなのよ。それなのに
お友達とのお話はもうよろしいですか？これでも忙しい身でしてね。だったらすぐにそのガラクタをスクラップにしてあげるわ。それなら次の仕事にも行けるでしょ。ネプネプ変身です。刮目せよ。今回ばかりは老いたが過ぎたわね、ガナッシュ。シアンたちの痛みそのまま返してあげるわ。な、その姿はなぜこんなところに。あなたという人はなぜ敵であるはずのあの人と共にいるのです。言ったでしょ、私を信じてくれる人たちのためにここにいるって。そのためなら手段は選ばないわ。はあ、アクセス。ノワール、あなた、その姿。細かい話は後、今はあのでっかいのを止めるのが先よ。油断はしない、本気で行くわ。やっと私の番ね。これが女神の加護よ。やるじゃない。相手は誰？さあ、気合を入れていくわよ。怪我の治療は任せるです。決めさせてもらうわ。私は負けない。やっと私の番ね。真っ二つよ。怪我の治療は任せるです。相手は誰？私は負けない。アファンジャさんはどこですか？お薬を使うです。え、死にたいのは誰なの？ドロップクラッシュ。相手は誰？私は負けない。誰なの？覚悟しなさい。私の番ね。クリティカルエッジ。怪我の治療は任せるです。
死にたいのは誰なの？これでいいかしら。相手は誰？この場合はこれね。怪我の治療は任せるです。お薬ですよ。ね、死にたいのは誰なの？レイシーズダンス。相手は誰？クリティカルエッジ。怪我の治療は任せるです。お薬ですよ。死にたいのは誰なの？これでいいかしら。決めさせてもらうわ。今のうちね。怪我の治療は任せるです。ですよ。私の番ね。じゃんじゃん使ってくわよ。決めさせてもらうわ。私は負けない。誰なの？覚悟しなさい。私の番ね。今のうちね。私の番ね。クリティカルエッジ。私の番ね。てて、いや、私の番ね。私の番ね。じゃんじゃん使ってくわよ。まだまだ私の番、ね、これからです。
クロスコンビネーション。この姿でこうも苦戦するなんて。レベルアップよ。レベルアップです。この調子でどんどん強くなるわよ。レベルアップよ。まあ私たちにかかれば楽勝ね。ところでガナッシュは？いないところを見ると戦いの最中に逃げたようね。あいつ逃げ足だけは早いんだから、今度会ったらとっ捕まえてめっためたにしてやるんだから。それよりノワール、あなたその姿は一体？変身したネプネプにそっくりです。ああ、これのこと。実は私ラステーションの女神なの。なんですって？まあちょっと訳あって正体を隠していたのは謝るわけど、それよりも今はお礼を言わせてちょうだい。あなたたちのおかげで勝つことができたわ。ありがとう。まさかノワールがラステーションの女神だったなんて。ネプネプが変身した時と同じくらいびっくりです。私は気づいていたけどね。嘘！あなた本当に隠し通せてるつもりだったの？なあ、もうせっかくかっこよく正体を明かしたのに台無しじゃない。そうだわ。ねえ、あなた私のこと知っているんでしょ？お願い教えて。どうしようかしら。じらさないで、こっちは必死なのよ。どうせもうほとんど答えが出ているようなものなんだから教えてあげたら。アイちゃんはネプネプの正体が分かったですか？ええ、ノワールが変身した時にね。えって、ネプネプがもしかして、もしかするです。え、コンパも分かったの？私一人だけわからないなんてずるいわ。お願い教えてちょうだい。やれやれ、仕方ないわね。ネプテューヌ、あなたはプラネテューヌの女神パープルハートよ。マジ？ネプネプ、あまりの衝撃の事実に思わず素が出てるですよ。アイちゃん、どうしよう。私、女神だったわ。しかも、プラネテューヌの。それは分かったから、とりあえず変身といたら。そうね。この姿だと、リアクションも取りづらいし。いや、無理にボケのリアクションは取らなくてもいいのよ。ううん、なんていうか、本当に私でいいんですかって感じ。まさかネプコがプラネテューヌの女神様だったとはね。でもなんで急にそんな展開になるです？だってネプネプは空から。空？やっとその異常さに気づいたのね。空から降ってきたり地面に刺さったり変身したり、ズバリネプコはおよそ人間らしくないのよ。いや、女神でも空から地面に突き刺さったら普通死ぬわよ。念のためにもう一度聞くけど、本当にプラネテューヌの女神が私でいいの？私でいいのじゃなくて、あなたが女神なの。もう何度も同じこと言わせないの。あ、けどここでハード戦争の続きをやろうっていうのはなしよ。今は工場や町の復興を優先させてもらうわ。